2017わらなは風呂の神奈川 ATC My LEAP、何をとってもとこは辛いもん、ろくに生活もできない不甲斐もん、人生辛いもん、歩いてる旅路合わせる顔も寝よない妹、久々帰りゃ家にもいねえな、まるで昔の俺を見てるみてえだ、酒も男もほどほどに、なんてありがた迷惑な兄貴ずら、とはいえども分かってんだ、いいかよく聞け、人生はアップンダウン、安定なんてないて不安でしょうがねえ、こんな時代こそ笑ってごまかせ、いい年こいてウィーケンは死んでる、クズで最低、親不孝もんでも夜なこんな兄貴じゃ恥知らずとはまさにこのことか、感謝とリスペクその重さ持てねくらいヘビーダメな大人だいぶふざけてる、でも暮らせて浮かせてる足今地につかせてる、相方ジーム夢が見てんだ、今その足をそこに向かわせてる、あはなんて言って強がって勝って分かってないって、クズで最低でも背中で語れ、次会う時はくしゃくしゃに笑え、いつもサンキュー30まで半分、未だ自慢の兄貴じゃない、それでも一杯行こうじゃねえか、はい、ええ、あ、これどうも失礼、去年のお方、どうぞあとだよ、え、さあさあやっていただいて、何にもねえですけどね、さあさあどうぞどうぞどうぞやってください、ま、どうぞ上がってくださいよ、ところで何はまだかい、え、あ、さくらちゃんかい、今日は残業なんだよ、おお、やっぱり残業なんかやってんの、近所の宝石の情報でもやってんのか、本当はね、さくら聞いたんじゃだけよ、おい忘れた、これはね、土産ってほどのことじゃねえけどね、おばちゃん、ちょっとこれはめてみて、